はい、第15回かな、やってきます。今回は、コフィちゃんのクライアントオーダーを、進めようと思います。ジュース飲んでいくか。ジュース、フォース至上主義。こんにちは。あ、お前か。ハンターってなんていうかむさ苦しいと思わない？いちいち前に出て車線や視界を遮ったりするし、掛け声もうるさいし、何より何も考えずに突っ走る人が多くて正直理解不能。その点フォースはいい。静かに動き溜めて一撃必殺、とっても効率的。出た、フォース押し。選ぶのならフォース。あー、ちょっと失礼しました。覚えておいて損はないわ。うん、じゃあね。フォース押しすぎやろ。おお、金ピカ。そういや、これあれだよね、属性変えれるんだな。あ、おい。お、久しぶり。お、ようやくエコを見つけたと思えば今度はお前さんか。次から次へと奇遇だな。私がゼノを見つけたの。はいはい、そうだな、そうだったな。で、お前さんの調子はどうだ。前から気になってたけどさ、なんかゼノはすっごく優しいよね、その子に。そうか、先輩が後輩気遣うのは基本だろ。度が過ぎるって言ってるのね。君もそう思うでしょ。まあ俺は師匠にそういうこと口酸っぱく教わってきたからな。別に悪いことじゃねえんだし、いいだろ。そりゃそうだけど、なんか歯切れ悪いな。あ、もしかしてエコ、お前焼いてんのか。ま、バカじゃないの。それじゃね。ほらゼノ、行くよ。わかりやすすぎるな。おっと、属性属性。お前か。そこで行き交うアーツの君。俺の名はヒューイ、六房銀行の六をやっている。ん？ん？なぜだ。君とは会ったことあるようなないような、そんな違和感を覚える。あったっけ。まあ細かいことは気にしない。それよりも人助けだ人助け。何か困っていることはないか。六房銀行になっても俺には人助けぐらいしかできないし、他にやることもないしな。六房銀行といってもそんなもんだ。結局やれることは人一人のもの。両手に余ることは何もできない。力の強さで六房銀行に選ばれるのは生存率が高いかどうかを見てるわけだ。士気向上の旗印というわけだ。うん、うん、困っているフォトンを感じた。それでは俺は行く。また会おう。
あなたか。あんまり驚かせないでよ。お迷子か。私何してるって。もちろん調査中よ。調査中。もう絶対迷子やろ。一人でって。そんなのは私の勝手でしょ。何、私が一人だったらおかしい。じゃあ私は早くゼノを、じゃなくて調査しないといけないから、これで。迷子やんけ。あ、電池。これあげようか。これもあげようか。期間限定の人から受けた竜族っていうのまだ終わらん。終わったのかな、もう。見落としただけか。ああ、閉じ込められた。
アイテムがいっぱい。あげようあげよう、あげようあげよう。拾ったから。もう一個あげよう。ああ、あげれん。達成した。ああ、拾えん拾えん。もう減ったかな電池。減ってないな。もう諦めるか。新しいクエストの発注許可。あと1個クエストできそうだな。報告報告報告しよう。あ、くしゃみ出そう。ああ。あ、失礼。武器携帯数拡張申請試練。指定のアイテムを持ってくれば武器パレットを増やしてあげる。ほう。で、これは難易度制限解放試練。難易度。アークスにもピンキリいるようにエネミーにもピンキリがあります。キリがピンに挑めば一周されます。無駄死にしないように出力に合わせたエネミーの出現する場所に誘導する。それが私たち管理官の仕事です。失礼、脱線しましたね。指定されたエネミーを容易に撃破、それが難易度制限解放の条件です。受ける受けないはあなたの自由です。私はただここで判断を行うのに。いや、受けてしまったよ。まあいいや。どのクエストにする？あ、違う、これやろうか。ん？また発注許可。
ベント多いな。師匠に似ている。ああ、なんかお前さんとはいろいろなところで会うな。君ちょっと噂になってるわよ。いろんなお願いをどんどん聞いて叶えてくれるルーキーがいるって。そうなの？しかしそうして他人のために奔走してる姿を見てるとなんだかちょっと師匠を思い出すな。あの人も無茶な依頼を聞きまくってあっちこっちに出向いてたっけな。うわ、始まった。ゼノの師匠語り。これ長くなるから気をつけて。こんなところで長話はしねえよ。師匠は師匠、こいつはこいつだ。でもお前さんの持つ雰囲気は師匠に似てるんだよな。あの人は他人のために頑張りすぎて随分と貧乏くじ引いてたぜ。お前さんも気をつけな。さあゼノ、そろそろ行こう。お、それじゃあな。よしよし、どんどん進めよう。ああ、閉じ込められた。もうすぐ閉じ込めるな。あ、しまった。アイテムをどうにかしてくるのを忘れてたな。ああ、まだあげれん。もうなんか捨てるか。この金ピカのやつはマターボードの指定回収だね。仕方がない。どうでもよさそうなのを捨てよう。よし、よし、こんぐらい捨てればいいだろう。あ、いたあたあた。あれ、どこだ。この辺りは小康状態みたいだからそんな警戒しなくてもいいんだってさ。そういや前から気になってたんだけど、俺たちが戦闘している間も常に戦況の最新情報が入電されるだろう。惑星内のこととか敵のこととかアークス個人個人の状態に対してよくもまああれだけ情報を出せるよな。計算とか連絡とか考えるだけでも大変そうだろう。それをしれっとやっちゃうのがアークスの地味な凄さなのかもな。でも敵の出現予知とかって計算でできるようなもんなのかな。まあ実際できてるんだし細かいことは気にしなくていいか。じゃ俺は行くぜ。またな。またな。あ、イベント多いなマジで。ああ、あなたか。今日は別にゼノを探してるわけじゃない。一人でちょっと出てきただけ。ねえ、あなたはさ、
ダーカーと戦うのって怖い。私は怖いの。すっごく怖い。でも自分の大切な人が自分の知らないところでいなくなるのはもっと怖いから。早くダーカー全部倒して平和に安全に暮らせるようになるといいよね。それじゃ私は帰るから、この先も気をつけてね。またか。おー、なんだか初々しい顔してるね。クロト君か。もしかしてちょうどこの前ナベリウスに行っていたとか。どうやら図星みたいだね。じゃあまずは無事でよかったねと言っておこうか。いやさ、この前のダーカー大発生時に救援に向かった有名なチームがあっけなく全滅しちゃったらしくてね。そこから生還したってのはそれだけで誇れることだよ。しかし下せないのはその全滅だ。熟練のチームでただのダーカーに負けるとは思えないんだが、ま、真実の追求はきっと誰かがやってくれるかな。まずは自身の無事を喜ぶべきだ。ただ小康状態だったダーカーの動きが活発化してきているのも事実。気をつけるに越したことはないね。右足早いな。時間が結構いってるな。先を急ごうか。周辺に反応多数、注意を。全区域警戒度、高へ。ああ。まさか行き止まりか。
行き止まりか。北側か。もう。どこ。こんなでかいやつ放るの。よし。お。CEO、パティちゃんですよ。どうも、ティアです。今日はすっごく大事な話があります。絶対に聞き逃せない大切なお話です。それは私たちの敵であるダーカーについてのお話。ダーカーってのは危ない、怖い、強い、ヤバいっていろいろ言われてるけど、いまいちピンとこないでしょ。だから今一度、いや改めて、えい、どっちでもいいや、ダーカーの恐ろしさをご鞭撻ということで、ティア先生、あとはよろしく。え、いきなりこっち。ダーカーについてだよね。ダーカーの一番恐ろしいのは強さとかそういうのじゃなくて侵食してくる性質にある。簡単に言ってしまえば病気。ダーカーの因子に侵されると徐々におかしくなって、最後にはダーカーそのものになっちゃう。これ冗談抜きだからね。ダーカーの侵食を受けると凶暴性、特にアークスに対する敵がい心がすごく高まるわ。そして一度ダーカーに侵食されると治す術はほとんどない。それどころか侵食を広めてしまう。だからその兆候があった場合はなるべく早いうちに倒さないといけないの。想像以上にシビアだね。ああでもでも心配しないで、フォトンの力がビシッと体を守ってるアークスは侵食されないよ。
今のところされたって情報はないよ。多分おそらくダーカーとの戦いとは、言ってしまえば無尽蔵に広がる不治の病と戦っているようなもの。その例えに習うのならアークスは差し詰め一緒かな。ティアの話聞いてたらなんだか調子悪くなってきたかも。私も侵食されちゃってる。絶対に頭悪いだけやろ。バカは侵食されないって昔からよく言うでしょ。なんだそっかって、あれあれれ、もしかして今バカにしなかった。さて、条件をどうぞ。報告。いいですね。自由行動といえば聞こえがいいですが、安全が保障されていないエリアへ立ち入ってしまう危険性もあります。あなたの無事を祈り、私からユニットと簡単な助言を送ります。エネミーの攻撃属性について説明します。エネミーの攻撃には属性を持つものが存在します。火山洞窟探索に出現するボルドラゴンは強力な炎属性の攻撃を対応します。属性のある攻撃のダメージを軽減するには炎耐性などの属性の耐性を持ったユニットを装備することが有効な手段となります。コフィーから渡されたサブフレームレジスト A を装備して有利な状況を作り出しましょう。目標達成ですね。次の目標はこちらです。30分超えた。じゃあ今回はこれで終わりにします。それではごきげんよう。